はい、どうも、こんにちは。竹田ロックの島田キャンスピーチャーさんのライドと申します。ドギットライドでやってます。ということで、まあ、まだ建物超えられない。もう15まで行ったんですけど、まあ、番外編とかもちょいちょいやってますけど、またやっていこうかなと思ってます。でね、もし、竹物ね、もし結婚してね、じゃあ幸せになるにはどういうふうなこと、まあ、要は、占いって開運ってのがあるわけですよ。開運方法ってのがあって、その開運方法を、することによって幸せになる。なんていう話があるんですよね。じゃあ二人が開運するにはどうしたらいいのかっていうことを見てみようかなと思ってて。で、その開運ってのは、まあ要するにトータルというよりは年ごとに変わるみたいなところが、年ごとにあったりするんですね。なので、まあ近々のね、2020年、二人が開運するにはどんなことをしたらいいのかなっていうことをやってみようかなと思っております。たけるくんのね、2020年の開運方法。まず、自分磨きに吐けば、人間関係の幅を広げる。協調性を心がける。周りのアドバイスを聞くっていうのがあるんですね。で、佐藤たけるくんは、まあ、自分磨きはね、もちろん当然見ての通りなんですけど、常にしてるでしょう。こんなにね、かっこいいんですから。で、ただね、もともとこういう関係によっては、仲のいい人たちだけと遊ぶ傾向があるわけですよ。そんなに広げていかないっていうところがあるんで、なるべくそのね、ハードルっていうか壁を低くしていくことが今年は開運に広がるってことですね。開運につながるってことですね。でまた、頑固な一面があるんですね。真面目で保守的なので、やっぱり、ね、頑固さは持っているわけですよ。なので、なるべくそこら辺を、いろんな人の意見も加味することね。全部まで聞く必要はないんですけど、加味してみる。考慮してみるってことも開運につながっていきますよっていうお話です。で一方のモネちゃんの今年の開運方法なんですけど、なんか腰を据えて基礎型。スキルアップのための学び。で、問題は放置しないということなんですね。モネちゃんは今年にとってあまり運気がね、良くないんで。来年からどんどん上がっていくんですけど、そのために今から準備しておくことが大事ってことで、腰を据えて基礎固め。だから今年は基礎固めをしましょうよっていう年ってことなんですね。スキルアップに関しては当然、モネちゃんは常にしてるでしょうけど、まあ問題の先送りしがちな部分は、まああるんですね。まあ、めんどくさいことは後でいいやって思いがちなので、今年はそこら辺は積極的にこういう時期なので、あまりね、運気が上がってる年ではないので、積極的に問題をね、先駆けて解決しとけば、後々めんどくさいことにならなくて済むかなっていうようなことがあるので、そこら辺は開運につながっていくってことですね。まあそんな感じで、竹森のね、どうやったら結婚するにあたって、付き合ってから、だってね、幸せになっていく。そこにはまず今年の開運方法を心がけること。みたいなお話でした。チャンネル登録もよろしくお願いします。